小学1年生ちょっとちょっと今なんかすごいことになってる。クラッとした。うん、うん、はい、はい、で実際に20年後どうなってるかお互いに。20年後、うん、じゃあ私100歳ってこと。え、あれあれ、まあ、本当にさ80何歳なの。サッカー場でそんなこと言ったような気がするのよね。聞いた気がするけどさ、うん、でもそうじゃなかったじゃん。てへてへってペロてへペロ言ってみました。20年経つといくつだ。まあ、高校生探偵さんも12分な大人よね。ああ、立派な探偵ね。そうだな。まあ、今でも立派ちゃ立派だけど、おっちゃんと同じぐらいかもしんないな。あの人、あの人と同じ年っていうことは、工藤探偵事務所とかこうさ看板掲げちゃってさ、なんかあら、いいわね、バリバリ仕事してるかもしんねえな。うわー、ずっと一生そのまま探偵。うん、なんか別の職についてみたいとか思わない。今言う例えばほら、サッカー選手とか。あー、サッカー選手、夢物語でいいんだから。これ別にそうだ、ね、本当の話じゃなくていいんでしょ。こんなことやってみたいとか。うん、サッカー選手もできるんだったらやってみていいけどさ。うん、でも私何やってみたいかな。お前も研究者じゃなくて、なんか何やの、普通に可愛いお嫁さん。あ、かぶった今お嫁さん。お嫁さんか。一回はやってみたいかな。20年経ってるんだったら子供の一人や二人もいそうだよな。そうね。でもとりあえずアポトキシン飲んだ体でできた子供のデータがないから。ちょっと待て、ちょっと二の足踏むわね。ちょっと待てあ、そうしたらあなたもだ。え？